美味しい。やっぱ今日めっちゃ暑いな。暑いな。山の時はさ、残暑厳しいし。残暑厳しいな。白サングリア飲みだ。白サングリア、赤やったらあるけど。いや、赤いらんねん。オーダー白サングリア速攻。あ、もう速攻パターンのやつ。速攻パターンで。あ、もうじゃあ家でも簡単にすぐ作れるやつ作ろうか。家で作れるやつでいいわ。あ、もうすぐ、もうなんかさらっと作れるやつ。もう缶詰で作ろうか。あるあるよ。ちょっと作ってくれる？オーケー。オーダー白サングリア了解で、レッツゴー。じゃあ本格的なサングリア作るよ。いや、もう本当速攻で、速攻でいいね。あ、速攻のやつが欲しいと。もう喉カラカラやから今。あ、わかったわかった。じゃあお家でも簡単に作れる速攻で作れるサングリア作りたいと思います。お願いします。ご紹介しますね。こちらは、サングリア、サイゼリアやろ。サイゼリア、サイゼリアで買ってきたマグナムボトルですね。ちょうどね、いっぱいみんなに飲んでいただいて750ミリぐらい残ってます。なのでワイン1本分、そして、蜂蜜、シナモン、缶詰類ですね。缶詰類何でもいいです。みかんであったり、桃であったり、パイナップルであったりね。じゃあもう混ざってるやつでもいいんですか？混ざってるやつでもいいですよ。ただまあパイナップルはこれ2個欲しいなとは思います。オレンジジュース、グレープジュース、パイナップルジュース、リンゴジュース、ジュース類ね。あとバナナとリンゴ、ライム、レモン、そしてバニラエッセンス、これだけで作ります。最高。スーパーで買える。もうこれ以外は使いません。レッツゴー、レッツゴー。今日は早いで、よろしく。ついてきてや、ついてきてや。まずは缶詰開けていきます。シロップと分けていきますね。お願いします。はい。そのまま食いたい。そのまま食いたいね。パイナップルはかなり決め手なんで、サングリアにおけるちょっと多めにいきます。2缶ね。そしてこれは便利や、応答。あ、ごめんなさい、白桃。そのまま食いたい。そのまま食いたいね。みかん、そして最後は応答ですね。はい。たっぷり、フルーツたっぷり、うまそう、うまそう。ミキサーにかけていきます。入れちゃいます。缶詰やから切らなくていいってことですかね。そうです。たっぷりフルーツですね。余ってる白ワインで入れていきます。いや、もうそれで飲めるんちゃう。もう賞味これでいいんですよ。正直ね。これ、え、それでもサングリア。これで正直サングリア。じゃあもう、チャンネル登録と高評価、グッドボタン、コメント、チャンネル。お兄ちゃんもカラカラやから、喉カラカラやもんね。一旦こっち入れちゃいます。はい。いや、もう美味しそうやねんけどな。どう？いや、もうフルーツそのまま食べよう。パイナップル、うん、パイナップル。どういう甘みか。意外とナチュラル。意外とナチュラル。意外とナチュラルってなんなん。回します。お願い。何でもいいんです。白ワインでフルーツを回すだけ、もうそれだけです。出来上がり、あの入れていきます。じゃあもうフルーツとワインで、それで全部ですね。これで全部です。750、まあ、うちのサングリアはミキサー全部かけるんですけど、うん、1日つけたりするじゃないですか。うんうん。もうつけないですから、もうこれで。だってもうお兄ちゃん喉乾いてるからな。そうでしょ。リンゴ入れます。新規って皮ごとね。皮つけてくるのは何でですか。皮と身の間に栄養があるんでね。でも結局最終的に裏ごすんで、皮つけたまんまで大丈夫っていうことです。なるほど。ちょっと細かく切ってミキサーに回しやすくね、します。ちょっとこのリンゴがどんな味か、ちょっとどうでしょうか。あ、うん、ちょっともさもさ系そんな感じがしますね。バナナは1本。本格的なやつ、本格的なやつって言ったらなんかあれやけど、ほんまつけとくだけやったんですけど、これはもう今日は全部入れちゃいます。もうレモンとライムも入れちゃいます。入れちゃいます。果汁をね、もう本来であればつけたりするんですけど、もうその今日もライムもレモンもバナナも混ぜちゃうと、もう一発でね、もううまいって言わしたいんで。これだけ見とったらスプライト作ってるみたいなもんな。まあこうちょっと余ってるやつはね、ここちょっとこう入れますと出るから。あ、迫力もやって筋トレしてるみたいですね。そう、やっぱ柔術習いたいから。そうそう、入れちゃいます。はい、ズバーンと入れちゃいますよね。ジュース類入れていきます。リンゴジュース、リンゴジュース200、オレンジジュース。もうバナナめちゃくちゃ重要なんですよ、あのサングリアにおいて。まあパイナップルとバナナね、特に。
その2つがかなりの決め手という。そうですね、うちのサングリアではめちゃくちゃ決め手。いやもうなんか香りも美味しそうな香りしてるでしょ。この怪我だらけのね、怪我人みたいなミキサー頑張ってくれてるんよ。あーいい香り、やっぱこのバナナがいいっすわ。いきます。というここにね入れちゃいます。いやもう美味しそう、もう美味しそうでしょ。実際まあもうミキサーの出番はこれで終了。パイナップルジュース、パイナップルジュース何 cc ですか。200。グレープフルーツジュースは入れちゃいます。うまい、うまいんやけど、あのシロップ入れようかな思ってたんですけど、シロップいらない、これぐらいすっきりしてた方がいい。もうちょっと締めていくんで、蜂蜜、純粋蜂蜜、これセブンイレブンで買いました。蜂蜜を一回し、まあ、30g ぐらいですね、いきます。これぐらいいきましょう。30入れていただいて、そしてバニラエッセンス、ほんまやったらね、まあ、バニラビーンズとかね入れていただいていいんですけど、今日はもう簡易の簡易でも速攻性の高いもの、速攻で決めるものでいってるんで、いやこちら、ね、お兄ちゃん速攻飲みたいからね、速攻飲みたいでしょ。もうだからもう何でもこれでいいから、バニラエッセンスこれで5滴ぐらいでいきます。バニラの香りはね結構した方がいい。シナモン、こちらは、2トントン新しい、あ、新しいな、2グラムぐらいかな、ああこれ2トントンで2グラムぐらいかな、なんか日野の2トンみたいな、なんかあの混ぜます。いや、ほんま簡単やろ。いや、めっちゃ簡単やね。明日みんな作ってんじゃん、主婦の皆さん。いや、ほんまにすぐできるよ。あと5いきます、バニラエッセンスね。ちょっともうちょっとバニラの香りした方がいいな。はい。あ、バニラ大事なんですね。結構重要ですね。なんでだって速攻性ですからね、今日は。完成。裏ごしで完成です。じゃあ、最後裏ごしだけです。あとは、こすだけです。もう全くつけてないよ、もうこれをこすだけ。うまそう、ほんまにうまそう。見てください、この滑らかな白サングリアが滴っています。まあ、贅沢ですよね。あんまり気にならない人はね、この身ごと粗ごしごとでいくのもいいかなと思うんですけど、裏ごすことによって口当たりとか良くなるし、旨味もしっかりと出るんでね。はい、裏ごしていきます。贅沢の極みやね、これ。ミキサーにかけると本当に比較的一瞬で出来上がっちゃう。家でも簡単にできるね。あ、今日今からパーティーやねんっていう、もう今から準備せなあかんねんっていう時はもうこんなもう10分でできるやん、これ。それすごいねこれほんまに10分でできるやん。おしゃれやね、これ出てきたら。ごめんなさい、ちょっと手作りのサングリアしかないねみたいなこうやってちゃんと裏ごすことでより美味しくなります。完成です、白サングリア。贅沢に氷をパンパンに入れたワイングラスに、もうトロトロよ。いや、ほんまに完成です。美味しそう。サングリア、そろそろかな、そろそろかな。お待たせいたしました。乾杯。缶詰はいつもフレッシュだから味どうかなってちょっと気になってる。まあまあまあ、そうやね。じゃあ、好きなやつ。美味しい。うまーい。めっちゃめちゃくちゃ美味しくて、なんかレベルやばいよ。バナナが効いてる、効いてるな、風味な。そう、バナナの香り、芳醇な香りな。これ皆さんやった方がいい。めちゃめちゃ美味しい。トリキのミックスジュースの、あのなんかこう、ほんまや、ほんまや、アルコール版みたいな。ほんまや、マジでやった方がいいな。これめっちゃ美味しいよ。これめちゃくちゃ美味しい。しかも10分ぐらいでできるな。ほんま10分でできるよ。秘蔵版っすよ、これ。保存版や。保存版。営業保存版。だから缶詰と白ワイン。それで、缶詰と白ワインにバナナとリンゴ入れとくだけ。で、またレモンとライムでキュッポン、キュッポンのキュッポンとこれ。やったほうがいいね。やったほうがいい。これめちゃめちゃ食う。食うじゃない。あ、食うじゃない。食うじゃない。ねじ込まんといて。食うじゃない。めちゃめちゃ食う。ほんと美味しい。けどこれは家です。サイゼリア行って、マグロ開けて。で、750円から。半分ぐらいで飲んで。半分ぐらいで飲んで。スーパーよって。スーパーよって。で、缶詰買った。やばいな。やばい、もうすぐできる。
パスタサイズに行って、パスタ長飲むもんで、違うのスープ用って、缶詰買って、バナナのリンゴをフライに入れて、バニラエッセンスとシナモンだけやで、ね、あと蜂蜜や。蜂蜜はちょっとしかいね、革命的にやっぱ、サルビアってミキサーにかけることによって、一気に美味しくなるんで。今日の晩パーティー。ああ、もう一瞬で作ってください、これ。ね、めちゃくちゃ喜ばれると思います、うん、パーティーに出すと。まあ、ニゴリサングリアですね。いや、ありがとうございました。リクエストしてよかった。よかった。ありがとう。ありがとう。ぜひやってみて。やってみてね。ということで、チャンネル登録と、高評価、グッドボタン、コメント、お願いします。チャオ。